出しいたしました。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。こちらはライト。あ、もういいです。はい。来ました。これが豚肉たっぷりあんかけ焼きそばでございます。はい、あ、ありがとうございます。ご注文以上でよろしかったでしょうか。はい、ありがとうございます。まずは乾杯ですね。乾杯。ああ、40時間ぶりのビールですわ。昨日はすごいひどい二日酔いで休館日にしました。あ、ありがとうございます。ご注文以上でよろしかったでしょうか。はい、ありがとうございます。失礼いたします。見ました。餃子2人前でございますね。よく焼きをお願いしたらよく焼けてますね。これでも分かっていただけたと思いますが、本日は餃子の王将さんにお伺いしております。ちょんちょんとあー、うまっ。40時間ぶりのビールの餃子、最高でございますね。はい、本日の目的ですけども、2023年11月限定豚肉たっぷりあんかけ焼きそばでーす。こんにちは、おしょぶーです。いつも見ていただいてありがとうございます。実はあんかけ焼きそばは餃子の王将さんの得意技でして、2022年6月には海鮮あんかけ焼きそば、2022年11月には鶏ときのこのあんかけ焼きそばが発売されております。ちょっと過去の映像を出しますね。はい、来ました。これが海鮮あんかけ焼きそばですね。この真ん中がね、こう来ましたよ。鶏ときのこのあんかけ焼きそばでございます。はい、いかがでしたでしょうか。特に2022年6月の海鮮あんかけ焼きそばは随分雰囲気が違ったと思うんですけども、おそらく鶏ときのこの方と今回の豚肉たっぷりはオイスターソースベースのあんで同じで、海鮮は多分塩ベースのあんだったんでしょうね。随分印象が違ったかと思います。さて、今回の豚肉たっぷりあんかけ焼きそばなんですけども、餃子の王将さんの公式サイトに遊びに行くと作り方の映像を流してくれてるんですよね。でそれを拝見すると、豚肉は油通しをしてからあんに混ぜてるみたいですね。油通しとは何ぞやということなんですが、ここからは横浜中華街の校長さんの公式サイトから引用させていただきました。まあ普通に揚げるのと油通しとはどう違うのというところは、普通に揚げるのは料理の最終工程であって、油通しというのは、料理の下ごしらえということですよね。目的として野菜なら色鮮やかに、あるいは食感を良くしたりということで、肉なら周りを固めて旨味を逃さないとかという意味合いがあるそうです。この辺もね、意識して食べてみると面白いと思いますね。今回豚肉すごく私美味しいと思いました。見ました。これが豚肉たっぷりあんかけ焼きそばでございます。お酢とからしを使う手ももちろんありですよ。ありですけど、今日はこのオイスターソースの特製あんを楽しみたいと思います。これが油通ししてある豚肉ですね。間違ってるかもしれないけど、片栗粉をまぶしてるかもしれない。このオイスターソースのコクがたまらんな。これね、店舗でフライパンで焼いてるんですよね。それがね、麺がね、すごい香ばしい。この焦げのところを一緒に食べるとたまらない。うまい。豚肉たっぷりの歌やけど、野菜もそこそこあるね。種類も多いしね。多分去年もそうだったけど、このしいたけが、干ししいたけなのがだしが効いてていいですな。今年のはちょっと濃くて美味しいな。ごちそうさまでした。2023年11月限定、餃子の王将さんの豚肉たっぷりあんかけ焼きそばをいただきました。おいしゅうございます。岸あさこです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。